こんにちは、バランです。今日は天然石風の一粒ピアスを作ってみたいと思います。このパーツの中にちょっとこう独特な模様を作ってみました。一色の着色剤をちょっと工夫してこの色味を作りました。シンプルかつ可愛らしいパーツができたので、ぜひご覧ください。今日使うものは透明のレジン液。動画の中で作っていく色味はグリーンアップルとコバルトブルーです。この2色にホワイトとブラックも組み合わせて色を作っていきます。それから今回ポイントとして使うのがこのタカラネイルのレジン専用の着色剤ホワイトです。今回使っていくモールドはパーツクラブさんの半球が作れるモールドです。
で今回は天然石風の一粒ピアスを作ってみました。今回のこの模様、一色の着色剤にホワイトを入れて明るくしたものとブラックを入れて暗くしたものの2色をこのモールドの中で混ぜてマーブルのような模様を作って、さらに仕上げとして今回はこのタカラネイルのレジン専用の着色剤ホワイトを使って少量の着色剤をこうぐるっと円を描くように模様を描くと、この中でその白の筋が残るので、ちょっとこう天然石風の模様に仕上がります。今回のこの一粒のピアスやイヤリング、このままでももちろん可愛いんですけど、もう少し何かこう足したいなっていう方はこのフープ型が取れるモールドで作ったんですけど、こういったクリアなパーツを作ってこの一つをこんな風に中に入れてあげるだけでも一気にこの全体的な透明感が増して、これはこれで可愛いと思います。この透明なパーツは何色でもこんな風に可愛く合うので、少し一粒だけじゃ物足りないなっていう方はこういうのもプラスしてあげても可愛いと思います。あとは例えばこういったチェーンを何本かまとめてこのパーツの下に垂れ流してあげても可愛いと思います。そんな感じで今回は天然石風の一粒のピアスの作り方でした。このパーツの作り方やこういったデザインが可愛いなと思ってくださった方、ぜひぜひチャンネル登録や評価などよろしくお願いします。またぜひ次回の動画も見てみてください。ありがとうございました。